はい、ワンピースが大好きな神木です。いやーもうですね、空の玉座であったり、イム、リリー、まあいろんなことがですね、謎に包まれて、そしてもう明かされていくんじゃないかというところまでワンピース来てるわけなんですけども、皆さんこれ思いませんでした？あの空の玉座の前に刺さっている19本の武器ですね。あれにやっぱり何か謎があるんじゃないか。そしてですね、あの剣一つ一つを見てみると、ちょっとね、重なってる部分があるんじゃないかというところですね、感じてる方いらっしゃると思います。なので今回は空の玉座の前にある武器ですね、それらであったり、そこから考える神の騎士団の正体なんかを推察していきたいと思います。これですね、もうちょっと皆さんと一緒に考えていきたいなという部分なんですけども、今ある情報をまとめてですね、いろんな可能性を探っていきたいと思います。それでは行きましょう。玉座の剣と似ている騎士団の武器。はい、まずは空の玉座、ちょっとおさらいしたいと思います。まあ、今回もね、イム様がドサッと座ってましたね。コブラも見て、とても驚いた表情をしていたんですけれども、この空の玉座というのもかなり重要になってきますよね。はい、空の玉座。各国の王は平等、独裁の意志は持たないとですね、世界にたった一人の王などおらず、パンゲア城の玉座には誰も座らないことこそが平和の証ということで、まあ、いわゆるあそこに飾ってある状態のものなはずなんですね。そこに一人の人物が座ったから、ワンピースの世界にはやっぱりね、独裁者がいるんじゃないかということで今騒がれているわけなんです。そしてその前にある武器ですよね。最初の創始者ですね、20人のうちアラバスタの女王だったネフェルタリ・リリーは世界貴族にならず、アラバスタへ帰還したため、彼女の武器は空の玉座にはなく、刺さっている武器は19本であるということも分かっております。残るもう1本がね、あのイム様がいた花の部屋にね、刺さっていたものなんじゃないかとかよく言われるわけなんですけども、この空の玉座の前の武器よく見ていきましょうかね。普通の剣もたくさんあるんですけども、注目したいのはまずこの日本刀みたいなものですね。和の国のような刀もありますし、斧なんかもありますね。さらに気になるのはこの妖刀なんですよね。あの妖刀というのがまさに最近話題になったあのシルエットの人が持っている剣に似ているわけなんですね。そうです、シャンクスではないかと言われているあの神の騎士団の真ん中の人物が持っている武器ですね。シャンクスが持っているのはグリフォンというものなんですけども、まさにあの妖刀の形に似てますよね。はい、果たしてこのあたりは繋がってくるんでしょうか。またね、この和の国のこう刀があるということで、二重の王家の一つに和の国にすごく関係がある人物とか、もうそれこそ和の国のなんとか家みたいな人がいるとかですね、それもちょっと考えてしまいますよね。はい、ちょっと後でまとめていきたいと思います。続いて神の騎士団をおさらいしたいと思います。神の騎士団とはワンピースの作中では1054話ですね、そこで初めてこう言及された組織なんですけども、チャルロス星殺人未遂においてミョスガルド星が犯人を逃がしたみたいで、その審議がですね、神々の地で行われてたんですけども、そこに介入したのが神の騎士団。そして赤犬曰く、話がねややこしくなってるということなんですよね。最新話でサイとレオがチャルロス星を攻撃してましたよね。もうあんなぴっちゃんこにこうなっておりましたので、まさにあれが殺人未遂だと思われるんですけども、ミョスガルド星はその二人を逃がしたと思われますね。で、その審議をしているのが神の騎士団ということですね。で、最近話題になった神の騎士団のシルエットがこちらですね。シャンクスに似てますよね。なのでシャンクスのね、双子のその片割れの人がいるんじゃないかとか、兄弟もしくは血縁関係のね、人物がいるんじゃないかとかよく言われております。全く関係なくあのシルエット、そういったことになるんでしょうかね。ちょっと考えにくいような気もするんですね。もう最終章でもありますし、あえてシャンクスに似た形のシルエットを描かれたということは間違いないと思います。で、今回取り上げたいのは武器なんですよね。さっきも言ったように、神の騎士団のこの真ん中の人物、シャンクスに似ている影の人物というのは、空の玉座の前にある一つの妖刀にものすごく似てるわけなんですね。なぜまた同じような武器が描かれてるんでしょうか。もしも武器というものが800年前からその家系自体でずっとね、受け継がれていく、斧を持った家系は斧を持ってね、戦ってくださいよということで受け継がれていくとかね、そういったものがあるのであれば、二重の王家を考えるまたヒントにもなりますよね。またですね、思ったんですけども、800年前に世界政府をこう作ったのは20の王家とは言われてるんですけども、おそらくその20人の王だけでは作れるはずはないんですよね。なぜなら王様というのは別に戦う人物でもありませんし、たった20人で当時の高度な文明を持った王国、そこと戦ったと思われるんですけども、そこに勝てるはずがないんです。そう考えていくと、どういう可能性があるかなと思ったんですけども、もしかするとですね、その王を中心に、王だけじゃなくてですね、その周りですよね、その周りにはかなりの手だれた戦闘集団であったり、強者というものがですね、ついていったのではないでしょうか。で、もしもそういう人物たちがいるのであれば、その戦闘部隊になった人たちもですね、いわゆる神々の地では英雄になっていると思うんですよね。ただの天竜人ではなくて、ちょっと優遇されるべきだと思われます。もしかするとその戦闘集団の家系というものがずっと残っていて、その人たちが神の騎士団という組織に入れていると、その可能性はないでしょうか。天竜人の中にもですね、絶対に序列みたいなものはあるはずなんですね。だからこそ赤犬というのは話がややこしくなっているという言葉が出たと思いますし、そういう存在がいるとするならば納得する部分いろいろありますよね。
ということでですね、こちらを考えていきたいと思います。天竜人の謎。そもそもですね、天竜人ってちょっと変なところがあるんですね。なぜかというと、一律ではないんです。天竜人といえば、まあ、チャルロス星とか、ミュスガルド星とか、あのね、権力に怠けた人たちっていうのを安易に想像するんですけども、五老星も天竜人なんですよね。チャルロス星のような、まあ、不死だらな人物もいれば、五老星のように、ちょっと厳格なおじいちゃんたちもいるという、そういう事実があるわけなんですね。天竜人というのは、まあ、世界貴族ですよね。800年前に世界政府という一大組織を作り上げた20人の王たちと、その末裔が天竜人。長い年月が権力を暴走させてることは間違いねえと、まあ、パッパクがですね、言ってたんですけども、みんながみんな権力を暴走させてるやつという感じでもないんですね。暴走させてるのかもしれませんけれども、そこにも温度差が結構あるわけなんです。こう思ったんですけど、魚人島編であったり、ドレスローザのドンキホーテファミリーですね、その辺と繋がってくるんじゃないかと思うんですよね。どういうことかというと、魚人島のホーディ・ジョーンズであったり、ドフラミンゴっていうのは、いわばですね、環境が生んだ化け物なわけなんです。天竜人たちというのも、そういう特権を与えられた、そういった環境にいるからこそ、ああいった人物たちになってるはずなんですよね。まさに環境が生み出した化け物と言えるのではないでしょうか。なので、世界貴族の中でも、さっき言ったように、いろんな序列があるんじゃないかなと。まあ、いろんな立ち位置の人物が、長い年月を経て生まれてきてしまってる。そういうストーリーがあるんじゃないかと思われます。例えば一つ目、二重の王家の秘密を知り、守り伝えているのが五老星ですね。そしてまあ、それらがイム様の支持部隊になっていると。また二つ目、権力を振りかざし、まあ、暴走した天竜人たちが出てくると。まあ、チャルロス星とか、ジャルマック星とか、あの辺ですね。そして三つ目、外の世界から世界貴族の立ち位置を守る神の騎士団と。まあ、そういった三派閥といいますか、大きな括りに長い月日の中で、まあ、分かれていったんじゃないでしょうかね。天竜人の世界もただですね、偉い人たちがいるというわけではなくて、大きな権力を与えられたがために、いろんな島々で起こっているような問題がですね、形を変えて生まれて、そしていろんな人たちが生まれてきてしまっていると、そういうことなんじゃないでしょうかね。で、そう思うとこの疑問が出てくるんです。シャンクスは二重の王家の末裔ではない可能性、はい、こちらをちょっと考えていきたいと思います。はい、フィルムレッドの映画の序盤で、ウタの存在を危険視した五老星の一人がウタを消すことをこう提案すると、もう一人がですね、こう言うんですね。彼女がフィガーランド家の血筋だとしても、そういう風に呟いておりました。あの時ウタとシャンクスが親子だと、まあ、五老星は思っておりましたので、シャンクスもフィガーランド家ということになりますよね。なのでシャンクスというのはフィガーランドシャンクスというのが本名であり、天竜人である。天竜人イコール二重の王家の末裔であるので、シャンクスの血筋というのはその二重の王家とイコールであろうと、まあ、そういう風にですね、繋がってくる部分というのが大きいわけなんですけども、何もその二重の王家フィガーランド家が含まれていると、そうとは限らない可能性が出てくるんですね。つまりさっき言ったように、神の騎士団は二重の王家の周りにいた人物たち、戦闘集団であるとするならば、天竜人ではあるものの、必ずしも二重の王家の血が入っているとは限らないわけなんです。二重の王家を支えた伝説の戦士たちがいるのであれば、そこの家も称えられたはずですよね。例えば二重の王家の一つがドンキホーテ家っていうのは分かってるんですけども、ドンキホーテ家を守ったのがフィガーランド家とかですね、そういった可能性があるわけなんです。で、またそう考えていくと、これから書かれるであろう最終決戦ですよね。大きな戦いというのは、二重の王家を支えた伝説の戦士たちの末裔たちとも戦うと、そういうことにもなってきますので、いよいよ規模が大きくなってくるな、そういう風に感じませんかね。天竜人やイム様を守る神の騎士団が強大な敵として立ちはだかる。で、その神の騎士団というのが、実は800年前から900年前にありえないぐらいの力を持って戦っていた人物たちの末裔である。で、そうなってくると、何かね、大事なものをね、受け継いでそうですよね。悪魔の実であったり、古代兵器であったり。はい、どうなんでしょうか。ちょっと今回はですね、空の玉座の剣と、まあ、神の騎士団が持っている武器というのがちょっと似てましたので、そこにちょっと繋がりがあるんじゃないかという可能性を、話してみました。天竜人と、まあ、一括りにできないところがどうもありそうだなという感じですよね。はい、ぜひ皆さんの意見など聞かせてください。それでは最後までどうもありがとうございました。